「ラブサタ自由への失踪」518回目 <laughs> <laughs> まさかレニー・クラビッツの曲紹介で「カミスマ自由への失踪」って <laughs> 言うと思わなくてちょっと笑っちゃいましたけど、ね、いやもうあの,あの曲でねこうスカッとして、ねうん、気持ちいいねあの曲はそうねいや 今日はね、大大変変だったた、で本当にし朝からまずその何かから話せばいいのまあとりあえずちょっと私のねあの準備ミスっていうのが1個あったんですけどまあそれでまあバタバタしていたけどそれはでも問題じゃなくて大丈夫だったんですはいざその後にインスタをねアップしようと思って写真を撮って15分前ねそう でアップしようなんてて言って、はい、でマイクチェックもしてなんて言ってたら、うん、急にさ美さんが CD が読み込まないい <laughs> そうなんですびっくりしあのいつも入れているその CD の機械があるんですけどそこに CD を入れて通常流すっていう感じで、うん、あのやってるんですけどまあラジカセの CD だけがついてるみたいな感じですよね。うんうんそれが あの二つあってその片方が全く読まなくってでえでも待ってあと七八本しかないけどっていうそうなんです <laughs> それでもそっからてんやわんやだよねなにせね一、うん、個のあれじゃ再生機器じゃできないんですよそうなんですよ <laughs> BGM 流さなきゃいけないからね、うん なのでもう大急ぎでちょっとデータを取り込んでとかいろいろやってたらで, <laughs> でもじゃあ11時台も読まないってことは11時台も読まないんじゃないかっ,って,言ってそうて11時台の BG どうすんだよってなってもうすごいてんやわんやしてたらもうオープニングで曲が2曲かかっちゃったっていう <laughs> 本当にに申し訳ございません いやーあれはちょっとびっくりしました、ね、あれあれなんでこれかかってるんだろう,っていう,だろうこれまたまたオープニングがおかしなことになってるぞっなんかんだろう今年オープニングの恐怖が <laughs> <に> <laughs> あるの PC からね出す BGM もあったりしてそれも用意してあるんですけどその後ろで音楽が流れちゃっててですね <laughs>、うん。うんうん、ですよまさかの <laughs> そこかいっていう。<laughs> はい かか C、CD 流れてるとかいろいろ<う>考えたんなけどなんか一瞬のなんだろう頭の中がこう <laughs> いろんなことが巡ったんですけど<ー>これかみたいな感じでねちょっと,といろいろと本当に皆さん、ね、今日はすごい <laughs> 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 すごかったです本当に。BG が あの変な風に今日はなってたかもしれないですねそ,でそれで「あこれも言わなきゃあれも言わなきゃ」って言ってたらなんかもう私もなんかオープニング何喋ってない <laughs> よく分かんないことに <laughs> 順番が <laughs>。 <laughs> ごちゃごちゃしたり。<laughs> もうね、甘噛みも。も今日は本当に大変で。甘噛みがすごかったです。私も。そうなんです。だから、いつもと違う感じで、お互いにね、うん、機会をいじらなきゃいけなかったから。うん、ちょっと、あの、皆さんには普通に聞こえてた。このメールを読んでる間の片方の動きね。<laughs> <laughs> もう、だから、あの、半分はメールを聞いて。で、半分。 今は作業してるみたいなねでもこっちは私がどうだとかね10時台全然あの<う>いつも通り喋れなかった気がするあんまりごめんね乗れなくて大丈夫大丈夫麻美さ,さんは頑張ってくれてるのはよくわかっていたから。うん <laughs> <laughs> とかこれクリアしないといけないと思ってさもうほんとあたふたあたふたしてました十字台は。なんで生放送にこうなのこないだってさ「ぶらさた」でいきなり音響障害があって<う> <laughs> 急に流れなくなるとか。<laughs> どうしたんだろうね。ね<え>、うん、私たちが何か触れちゃったとかならわかるんだけど、うん、なんかね、うん、私たちの手じゃないところで起こってることだからも、何かそう見えない力が働いてるんじゃないかとさえ思うよね。払う、ね頑張る、なんだろうね、役払いした方がいいのかな、うん、やっぱり。このスタジオじゃないのかな。わ、うん、からないでも。いや。でも私たちの番組に起きてるってことは間違いないから。<laughs> そうだね怖いな怖いわえ、なんか赤坂から連れてきちゃってるかななんでこうさスタッフさんが多い番組じゃないところにこういうアクシデント起きるんだろうかそうなんですよもっとあるでしょって本当にねもっと助けてくれる番組いっぱいあるからせめて頑張ってるから私たちも小日でいやですね 本当何なんだろうねこれは、ね、何かの試練としか思えないよね<当>修行かな修行だと思う乗り越えていこう、うん、乗り越えないといけないねほんと <laughs> <laughs> まあなんとか乗り越えられたけどね放送的にはまあね普通にできてましたから、うん、ちょっとぐだぐだな時もありましたけど <laughs> もう本当申し訳ありませんそうですねカ様スマもね、はい、まさかなぜニューヨークに行くっていうね <laughs> あれもいつものくせちょっとね違うミュートボタンを押しちゃったらねあっっら一回飛びかけて消されたみたいな隣のボタンを私の神の左手が押しちゃったんですね <laughs> <laughs> 隣のボタンと言われても、わかん、ね、リスナーさんわかれないと思いますけどね。はい。<laughs> さ<あ>、はい。ラブサター宛てにもいただいていて、うん、えっと今日ブラサターが聞けないのでということで、カタコルケさんは、えー、ラブサター宛てに、えー、今日のテーマのメッセージを送ってくださっていますが、はい、手放せないのはアイスのガリガリ君です。う一、ん、日に三個食べちゃいます。三個？お腹大丈夫？何味かな？ えー、ハーゲンダッツやレディーボーデンより格安で庶民的、うん、オーソドックスなソーダ味は根、ねうん、強い人気、うん、そんなガリガリ君にも全く、えー、売れず人気がなかった商品がいくつもありますコーンポタージュ味ナポリタン味シチュー味などお二人はガリガリ君んに味が好きですかソーダじゃないやっぱりオーソドックスコーラも好きだったけどねうんあと梨か梨,梨ね梨しあんまり 通ってこなかったからガリガリ君。ああ、まあボーワイスね。うん、だからソーダぐらいしか食べたことないかもしれない。ああ、変わった味をあんまり食べてないってことね。一回も食べたことないです。あ、本当。ソーダしか食べたことないかも。<laughs> <laughs> 逆に。<laughs> それもまたレアだね。うん、だあんあんまりなんかあのガリガリ君を手に取ることがそんなにないかもしれない。もうあじゃあ,あの。うん 大変な夏にさこう食べてたらさ溶けてきてさ手がベタベタになるとかあんまり経験がないないですああもう本当にあれどうにかしてほしかったたまにさすっごい暑い日はさ食べてる途中で落ちちゃったりするわけああ、っていうもう子供のがにだって氷だもんねそれはあるよね大ショック確かになぜっていううんうんうん 食べきれないも、ね、子供の頃確かにアイスって何食べてたんだろう。子供の時って考えると今はもうもっぱらあのハーゲンダッツか、うん、えっとハルムハルムかモーモーかなモーも,うもう多いなモーモーモーも,うも,うも,うもう言っておりますが <laughs> 言っておりますけどりますけども。<laughs> <laughs> 子だから確かに何食べしたっけなアイスはなんかちっちゃいアイスあれ食べてなかったのかなそんなことないよねそんなきっと我が家はもうチューペットですよチューペット凍らせてあチューペットもうあればっかり懐かしいあれをパキって割ってお兄ちゃんと食べてましたかもしれないそうね、うん、パピコもね割れるから、ね、あとあれあれよ なんだっけパピコじゃなくてパピコみたいなネーミングの、うん、響きのパナップパナップ <laughs> すごくない私すごいさすがもう <laughs> ナイスリベロすごいすごいよねやっぱ受け,受けがすごいみっちゃんは 知りわかるよ。拾ってくれるものどんなものでも。そう、パナップよ。あれすごい食べてた。あのグレープ味ね。グレープ。あ、そうだね。そう。そうだね。グレープ味。ブルーベリーだっけ。うん、グレープ。グレープだよね。あれがすごい好きだったかも。あ。のよくもう、あの三つのさ、真ん中にさ、三つのさ。白い花びらみたいな。ところね できてるじゃん。あれをすくって食べ、あの真ん中からすくって食べですよ。嫌だ。真ん中からすくって食べるのえ、そうでしょう。アイスって食べ方あるよね。端っこから食べるの？私ね、普通にスーパーカップとかモーとかも端っこから食べて真ん中残すんですよ。あ、タワーにするタイプだ。そう。真ん中からね、グリングリンってこう取ってあ、いる。そういうの。お山になっちゃうんでで、最後。 あのスーパーパカップととかかちょっとほら、うん、量が多いいじゃないですか、うん、か最後コーヒーとかをそこにちょっと入れて、うん、エスプレッサフォガードにすんのあ、まあそれよりはまあなんかちょっとミルクコーヒーに近い感じになっちゃうけど、うんうん、そうそうそう入れて味を変えたりして食べるそのためにこう外側を開けてそこにコーヒーを入れるわけですよ。<laughs> はあって思いながらーコーヒー攻めするわけそそうそうそう, <laughs> そうね。<laughs> 食べ方をしちゃう。えー、周りから食べちゃうんだよな。そんなことやったこともないな。<laughs> いや、バナッポを真ん中から食べるってさ。<え>すごくない。え、全然。<laughs> いや、なんとなくこう、うん、一緒に食べるやん。え <laughs>、だから、その真ん中、こう、なんていうの花みたいになってるじゃん。うん、だから、そこの花みたいの、そのまますくって、花みたいなのを食べるみたいな。<laughs> あの、ちゃんとバニラもこう、アイスもすくってね。うん,う,んうん。その形のまま食べるっていう。<laughs> のよくやってましたけど <laughs> <か>よく食べてたなそういえばパンナップ。いやうちはもうもっぱらチュほぼチューペットあとあのなんだかき氷のシロップをさ、うん、だから普通にかき氷をアイスで買うじゃない、うん、そのな器を残しておいて、うん、そこに <laughs>。 お水とそのかき氷のシロップ入れてメロン味の <laughs> か勝手に氷を作ってた。え？<laughs> 普通に、うん、あのスーパーで売ってるかき氷をまず買ってきます。うん、でそれを食べました。うん、そうそれを洗ったら、うん、そこに、うん、<laughs> 普通のお水と、うん、えっとかき氷のシロップ売ってるじゃないですか。うん、売ってる。それを入れたもの。うん うん、液体状になってるのを冷凍庫に入れて、うん、凍ったらそれをガリガリガリしててそれはなんかメロンのメロンのんだ。をやってたへえ<ー> <laughs> 我が家はすごいあなんかアイディアだねそうかき氷のシロップはなんかよ,よく使ってたな贅沢だと思ってたのかき氷のシロップと牛乳を合わせて飲むのがもうすごい贅沢だった、うん

難しいうちそういうなんかまだなんか新たにそういうの再利用してっていうアイディアはない家族でしたは <laughs> うちはほら何せ兄弟が4人もいたのでね 1>, <laughs> 1個アイス買ったらほら4つ買わなきゃいけないからあそうね確かかにねだったそうか まあそれお母さんもね、うん、ちょっと工夫したくなるよねそうなんですよ確かにそんなこともありました、はい、さあそしてこちらはですねえっ、えー、とふげさんが7月も本日でおしまいしたから8月です猛暑の日々でどこに秋の気配があるかと言いたいかもしれません、うん、でも季節はちゃんと進んでおります我が家の植え込みに悲願花が咲きました、はい、えぇ、ー、あ本当だもう咲いだ え八、ー、月になったら、すぐに立秋が来ます。うん、暦の上では秋です。暑くても、今が秋だと思えば、気分だけでも、少しは涼を感じられるのではないかと。ということで。うん、もう、なんか、どんどんね、<laughs> 夏いつまでなんだろうっていうぐらい暑いもんね。ねいやー、九月中は、とり、とりあえず暑いじゃない。十、うん、月だって、下手したらさ、なんか。頭は暑いよね。暑よねまずいね。うん。って思うと、なんかもう、夏が伸びてる気もするけれどそう。私も誕生日ぐらいも。 熱いイメージかそうよね、うん、私の誕生日ぐらいになってくるとだんだんちょっとね秋めいてきてるなと思うけどね、うんはい、そんな2週ぐらいしか違わなないそ <laughs> そうなんですよ <laughs> そして「はい、肉が熱すぎて熱い肉巻き人間です」っていうことね <laughs>、はい、本放送で言っていた怪談ですが、うん、映像は誰でも CG で加工できるようになったためどんどん真意が分からなくなって廃れたそうです。 なるほど。そして語る方の会談は YouTube などの SNS が前世のためそちらに、えー、視聴者が流れてしまったのでしょうみっちゃんが苦手なら会談特集はできませんねいくつか実体験あるんですが <laughs> ひ,ひひひって書いてある <laughs> ではまた来週ということで <laughs> そうだよね。それはそうか。言われてみれば納得って感じだね。今だってフェイクニュースとか言われるね、うん。もうなだってできる,もん、ね、もあるぐらいだから。そうか,そうか。それはそうかもう。それはそうだね。確かにね。ね。でまたユーチューブとかだと結構。社長がいます。<笑><笑>社長 <laughs>。<laughs> <laughs> 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 なんかごそごそされてますけど。ね、なかなか。<laughs> お土産を <laughs>。

まああの今日はね本当いろいろありましたけどそうですねまたもしかしたらね何かの仕業かもしれないから今日はねいろいろとあってまあでもこれからも頑張っていきますよまあちょっと来週お盆なのでね皆さん来週はまだですねちょっと山達さんの特集をねどこでやるかっていうのはね悩み中なんですけどね割と希望者が多いのでそうだねやっても楽しいんじゃないかな と思っております。はい、はい、楽しみにしていてください。はい。はい